やっぱりブレーザーっていうのはすごい歴史があって人気するのは分からない高齢上司運の環境であれ私たちは絶対に学生会の準備なので1位に君臨していてベレーザに上がったからには優勝するチームで居続けなきゃいけないっていうのはずっと思ってたので、まあ、2011を前にしてまあ、そのチームがいろいろ変化をしてでその時に自分がキャプテンになったのでそこから勝てないシーズンが続いた時には責任感があったし自分がキャプテンをやってるからこうなんじゃないかっていう風な落ち込むこともたくさんありました。まあ、その時その時はこう目の前のことをやるしかなかったので、まあ、それでもなかなか優勝にまでは手届かなかったのがすごく悔しかったですし、まあ、ベレーザは優勝して当たり前のチームだったのでやっぱり優勝に届かなかったことで、まあ、自分たちにも責任っていうのが、まあ、ありましたしすごい悔しい思いをした時期だったなってその時は多分すごいしんどかったと思うんですけど今思えば今のベレーザがあるのはあの時負けてたからなのかなと思います。めちゃくちゃ嬉しかったですし、まあ、勝てなかった時もあこのために頑張ってたんだっていうふうに思えた瞬間でした。全員が誰が出ても同じサッカーができるっていうベレーザの強みもありますし、まあ、本当にチームが一つになってサッカーを通じていろんな人に力を与えたいなっていうのを改めて思ったシーズンだと思います。今年も勝ちにこだわり続けて結果6連覇という結果を自分たちが手にできるように頑張りたいと思います。絶対優勝します。 Let's play!